くつ寝るとお正月なんて季節もね近づいてきたよね。本当にね、もう気づけばもうこんな季節でございますよ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただいた方に関しては漏れなくこちらの観光ツアー無料でおトイレご紹介できないということで、向こう側でね、なんかね、立ってね、あれ俺のハンバーガーどこ行ったっけ、ピクルス抜けって言ったんだけど、なんかピクルスが抜かれても大量にオニオンが仕込まれてんだよね、大変って。さあ、この大きな音に気づいたゾンちゃんはこちらの方へ向かってきてくれるのでしょうか。全然向かってくる気配がありませんね。はい、まあ、残念ながらね、彼はね、あそこでね、どうやってここに入ったのっていうくらいね、あの不思議な状態になっているんですよね。なぜかっていうと、歩いてる、おお、歩いてるって、やっと気づいてくれた。もう君のためにね、どれだけの明かりをこう照らし続けていたかってね。ところでこっち側、そうなんだよね、彼に関してはね、かわいそうなことにさ、そうなんだよね、どうやって本当に入ったの？ほら、あの、例のさ、あれがあるじゃないですか。あの、なんだっけ、あれ、あの、まあ、あっちの方でもね、むしゃむしゃずっと食ってるやつがいるんだけど、全然こっち気づきてくれないっていうね。そう、ほら、なんだっけ、あの、リストタグ、そう、でね、リストタグがあそこね、ナンバーワンなんで、僕が今ね、腕につけているやつでも、あの、入ることはできるんですけど、どうやって君そうやってね、入って、出てこれてないじゃんっていうね。じゃあ、こっちの方で、ここ、ボーンってやったら、あ、無理だね。じゃあ、こっちの方側から、ここに向かって、どうやる、どうさ、果たしてどうなっているかな？貫通するんだ。だからか。だからこっち側のさ、手前に見えてるさ、本来なら起き上がってくるはずのさ、あの、研究室でイチャイチャすればいいのになぜかレストランでキャッキャイチャイチャしている系女子たちが、ほら、見るも無残な、とか、もともといたのっていうくらいね、あの、残酷な天使の停戦な状態になっちゃってるけど、こっち側のリー博士も倒れてるしね、だから唯一生きてるのが彼女だけなんだよね。まあ彼女は、あの、やっぱり、あの、バンズなんかいらねえ、肉から直接食うんだよっていうのが、やっぱ、肉から直接食うのが美味しいだすって言ってね、バクバク言っちゃってるけどね。まあここのご紹介に関してはね、あの、以前したことがありますよね。あ、触れちゃったけど、全然こいつ、あれだね。美味しい。どこか、美味しいか、いいねー。ねえ、全然壊れてる気配がしないけど大丈夫かな。ねえ、ピク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 はしてるけどさ、もしかしてこいつ自体が生きてるんですね。おれ、あ、バレた、バレてない。ねえ、全然ね、ピク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 してもね、動いてくれないんですよね。あっち側の方でドーン。よくも私の食事の邪魔をしてくれたなーって、お怒りのご様子。すいません、誰もいませんよ、誰もいませんよ、誰もいないだよー。あ、意外と賢い。マジで、ここは通れないからくるっと回らなきゃいけない。気づいちゃったわー。全然気づいてないね。あーはー、お手手が、まあ、ここを登ってこれたら、あ、もしかして気づいた。あっちから回り込めば、彼を食べに行けるじゃーんって言って。あ、なんと、ちゃんとお気づきになられたようですね。はい、じゃあここで待機しておきましょう。よいしょ。よいしょ。ごめんね。美味しくバンズを食べてただけなのにね。バンズだっけ？バンズは違うな。バンズはあれだ。挟む方だ。間違えたな。ミートの方だな。うん。ね。ミートと書いてお肉と読むんです。まあ、どっちでもいいんだけど。お肉と書いてミートでもいいんだけどさ。まあ、そんなことを言いながら、こちらの方に、ツアー続けてまいりましょう。ここはね、極寒のね、もう埃が溜まっているというね、あの、冷え冷えな上に埃も溜まっているという、もう悲惨な状況なんでございますが、こちら側の方でね、あの、扉に向かってドーンと行くと、まあ、やつは入ってこれるのかどうかってところですね。まあ、あのね、いやー、やっぱね、僕もね、あの、防衛業務なんかをやってたらお腹が空いちゃうんですよーっていう隊員さんがあっちの側の方にね、いらっしゃったかと思うんですけれども、まあ、ここら辺のスクランブルエッグとかね、もうこっちにね、あの、揚げすぎたフライドポテトがたくさんあるんですけどね、まあ、こうなっちまったらもう仕方がないってところでね。ってことで、ピーピーってことで、おはようございます。いる？ああ、やっぱりあれなんだね、ここ、あの、引き戸になってるから、スケスケになって、足がピローンってね、まあ、ここまで柔らかく足がピローンってね、問題はないっていう話だわな。よし、行こうか。で、こっちの方に行くと、はい、なんかあの、リー先生が、とりあえず爆発物陳列台やっといて、はい、オッケー。ちょっと待って、おかしくね？
電子部品って、まあまあ別にいいんだけどさ、なんで体は粉々に砕け散ってるのに、ミストタグは生きてるんだべ。まあそこにツッコミを入れ始めたらもう仕方がないってとこなんですよね。で、これにちゃんとハメハメしておかないと、これにこれをハメハメしておかないと、残念ながらね、ちゃんと機能してくれないっていうね、まあちょっと謎仕様というか難しい仕様というか、まあ仕方がなくてラジバンダーにしてるっていう、そんなところなんですね。ということでさあ、左に曲がっていきましょう。ということで、以上、レストランと仮眠室でございました。でもレストランと仮眠室っていうね、食った後にさ、そこで寝に行けるっていうね、もう何だろうな、一石二鳥って言って食べて寝るっていうね、もう人間のね、性欲と食欲をね、性欲じゃねえな、食欲と睡眠欲を一気に満たしてくれるっていうね、間違えたよ。うん。まあ、とりあえずじゃあ、燃料は、やっといて、救急スプレー。で、こっちカチャカチャ。やってって、はい、お伺いいたします。はい。で、カートライト、カートライト部長がお呼びです、ということで、まあ、課長なのかな、リーさんね。で、もうなぜかここにね、カチャカチャって、G ウイルスを。G ウイルスはウエストエリア。ウエストエリアか。ね、ウエストエリアってことなんでね。まあ、まずはね、イースト行かなきゃいけないですからね。はい。イースト、ウエスト。なんだっけ。やっぱイーストとかウエストとかって言うとさ、やっぱさ、あとサウスとさ、ノースも合わせてさ、やっぱり、あれだよ。うん。ワンピース、トゥ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 なんかすっげえ音質聞こえるけど、まあそんなことも気のせいでしょう。ということで、ここピピーって開けてってね、はい、なんか、いろいろ開いてくる。まあここにね、まあちょっと寝ているリー先生を起こしに行こうかなというところなんですけど、リー先生って焦げちゃってるけど大丈夫なのかな。ピピ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 上。さあ、こいつが欲しかったです。はい。で、これを手に入れて、ちょっと待って、焦げてる？彼焦げてんのかな？移動させて、ピッ。焦げてー。あ、起き上がって、起き上がって、でも、すごい綺麗な体してるよ。ほら、見てごらん。綺麗な体してるだろ。死んでるんだぜ。どんどん汚くしてるね、体。はい。ほら、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 チャキン、チャキン、チャキン、チャキン。はい、おうでー、おうでもー。はい。まあね、やっぱり天才さんはね、天才にふさわしい体に差し上げないといけないというところですからね。はい。まあ、これで、なんとか動いてくれるでしょう。だって、天才ダブルー。さあ、こっちの方に向かっていきましょう。で、イーストエリアにね、なんかね、いろいろ仕込まれているということでございましたんで、まあ、とりあえずね、イーストエリアでシコシコとしていきましょうということでございます。で、イーストエリアに向かうはいいんだけど、どこら辺までやっていこうかちゅうところなんだべや。まあ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 、こっちで北京に降りていこうというところですね。はい。まあね、下の方回ったりとかね、こんなくる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 回ってるのね、やっぱり何回見てもね、メトリックスみたいなね、まあ、レザレクションね、1年前にやってたりとかしたけど、結局レザレクション見れてないからな、アマプラとかでもやってるのかな。うん。一応ね、なんかそう、ほら、いろいろあるじゃないですか、なんか最近、サブスクリプションディズニープラスとかさ、ネットフリックスに関してはね、親父たちっていうか、まあ、実家の方が入ってるからね、行くたんびになんかそこでしか見れないやつを見たりとかしてるんですけどね。うん、まあまあ、そんなこと言いながら、あやかちゃんこと。そうだ、なんかね、相撲のなんか話が面白いみたいなことを会社の人に言われたから、それ、見なきゃいけないなぁなんて思ったりもしてるんですけどね。はい、まあ、そんな雑談なんかどうでもよくて、よいしょ、こっちに行って、はい。で、ここら辺からは、もう大体ね、ストーリー的には、もう同じところをね、行ったり来たり、ラジバンダリしてるだけになりますんで、とりあえずこんな感じで、救急スプレーをこっち。というところから、はい、じゃあ、くるっと振り返ってみましょう。ドド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 ドほい。ね、相変わらず。ちなみに、こっちで、まあまあ、いや。さあ、これで向こう側にいる彼は落ちてきた。あっち側にも飛ばしちゃ、ちょ、ごめん、ただ倒しただけだった。ただ倒しただけだった。うん、で、これ、ぶつけないとね、燃えてくれないっていうね。で、焦げてるだけ。いや、燃えようぜ。燃えピピピ。あれ燃えてる。あれあ、燃えた。あ、燃えた。こっち燃えた？焦げてる？あー、ちゃんと焦げてるね。そう。そうなんですよ。焦げると、なんか、送信ダイエットしすぎて、もうこんな、なんかもう、骨皮筋縁みたいな状態になっちゃうからね。うん。
んで、僕はいちいち、あれは覚えていないので、残念ながら、毎回毎回、なんか、よくわかんないトロフィーとかを見て、一回一回ね、チェックしていかないとわかんないでございます、という、そんな感じですね。まあ、今日はとことんやっていきましょう。はい。まあ、区切りがいいところまで いければいいかな、なんても思ってたりしたかしたけど、いつもやっぱりね、なんかね、うん、ちょっとやっぱ、もうちょっと遊ばないと、なんか、ね、ツアーガイドもね、今日ここでおしまいか、つまんねえよ、もっと行けよーっていう風にね、まあ、お怒りをね、ブンブンブルブルみたいな。まあ、全然お怒りのね、もっとこうしてよ、こう、ああしてよっていうね、クレームは一切受け付けませんが、ご要望は、喜んでた、たまわりたいという風に思っておりますんで、まあ、そういう部分ではね、どんどんね、あー、なんかごめんなさい、起こしちゃったかな、おいでおいで。球根いっぱい、球根、球根大根。燃えてる。で、こっちの、あれどこだっけ、なんかどっかで、あ、いたいたいた、球根大根。最高だ。球根大根で日程にしたら、天井燃え、天井燃え。ほい、で、こっち組み合わせて、こう行って、燃えた。あ、こいつもこうなるんだ。まあ、クロスしてるから、より、やっぱり、細くなっている分、柔軟性が増しているっていうところなのかもしれないですね。はい。こんだけさ、テトリス、ちょっと待ってね。鍵括弧、点々、で、横棒2本と、太くて硬くて立派なやつ。はいですね。OK です。はい。お前落ちてこねえのかよ。うん。まあ、そんなことも言いながら、こっちの方ちらっと行って、さあ、明日じゃあ降りていきましょうか。鍵括弧で、ちょんちょんの、横棒2本、太くて硬くて立派なやつ。はい、OK。ティーン！ブリュン！後ろ振り向いたら奴もいない。さあ、降りていきましょう。かーねえ。やっぱりね、骨川筋江門の柔軟性は高いって、昔はね、本当にね、まあまあ体柔らかかったんですけどね。もう今じゃもうすっかりだよね。だからやっぱり、柔軟やっておかないと、なんか、例えば走る時の一歩一歩のあれもそうだし、あーん登っちゃいやーよーんそう、っていうのもあるし、なんだかんだ言いながらさ、やっぱり、あれっすよね。どこ行こうとしてるのかね。はい。なんだかんだ、怪我のリスクとかね、そういうのを考えたりとかすると、やっぱり、日々ちょっとでもいいんですよ。なんかね、ほら、よくさ、テレビとかでさ、1日3分やりましょうとかさ、なんかさ、なんか、YouTube とかでもさ、なんか、1回10分みたいなさ、とかさ、そんなんさ、もう、無理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 。あれこいつら起きないと、発射オーライ、ペキーンすごいことやね。うわぁ、まぶちー、よくも起こしてくれたなぁって、おっさんだけ起きてねえし。ああ、なるほどな。ちょっと深酒しすぎたっていうところなのかな。仕方ないよね。じゃあ、もう投げれるものがないな。残念だな。女の子には絡まれたいところなんだけど、女の子には絡まれたいところなんだけど、絡まれたでしょ。なんだ、刺すだけの。残念だったな。ちょ、足がプルーンドゥン。あれこいつは、これの足か、違うね。ちょ、お前の足か。ドイツの足だ。わかんない。まあ、なんかいろいろ騒がしくなってきていますんで、とりあえず、掃除しろよ。ってことで、なんだっけ、USA、カモン。こいくん。じゃ、上と横にやるっていうのがなかなかね、難しかったりするんですよね。はい、ということで、こっちをはめはめしていって、ペーケン！オッケー！よっしゃ！じゃあ、くるっと振り返って、ここにあるのは、なんかね、アメリカとかに行くとさ、やっぱこういうコールドドリンクっていうのがめちゃくちゃ美味しそうに見えるんで、現地で飲むコーラっていうのが日本で作られてるのと違いはないはずなのに、超うまそうなんだよねー、ということで、こっちに入れた方が、甘いな。貴様の動きなど、見て取れるわ。あれ？2匹なかったっけ？おー、なんでいいの、びっくりしたー、痛い、あれ でもファインだ、いる？あ、帰ってた。帰りも、一発くれた、あれは、でかいぜ。何回待ってんの、俺がこっちにいるってこと。で、あれもう一匹は、あれ君たち2匹で行動してるんじゃなかったっけ？シェーって格好してるけど。あ、いたわ。なんだ、もうすでに焦げてんじゃん。焦げ焦げ、ピピピ、焦げピッピー。ピッピの焦げ焦げ。
じゃあ、テサーベルーム入ってって、こいつ、ナイフ。ナイスのナイフ。そうなんだね、ここあっちんだよな。じゃあ、ファイヤーで燃やしちゃうっていうね。こいつ、こいつ、こいつ、あんあんバカン、うん、ダメです。で、こいつと組み合わせておいて、預ける。で、こいつと組み合わせておいて、で、いらない、いらない、いらない。いらない、バイバイ。なんか、なんだかんだ、なんか、しょうもない喰らい方をしてるよね。なんか、やっぱ、挑発すると、あれだよね。単発なのに挑発すると、やっぱり、やられちゃうって、そんな感じだよね。さ、ちょっと、大股ぶっぴろけ、さっきまであれじゃん。シェーってやってたのに。こっちの方で、ドーンってやって、落としておいて、で、帰りましょう。よし。じゃあ、こっち帰って行って、お邪魔しまーす。トゥル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 トあー、今起きたのか。ちょっとよろしくないね。顔、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 あれ、あ、一歩しかなかった。しまった、危ない。ここで勘弁しといてやるよ。で、上の方から落ち落ちピピピ、落ちピピピ、だからドーンってやっといたら落ちるんだな。ルーマン、あ、ごめん、あ、ごめん、君もか。捕まえてあげてください。ね、ちゃんと仮装してあげなきゃね。仮装爆走。女ったらしいよ、起きましょう。おはようございます。起きた？お、まだ寝てんのかよ。起きろー。すごいな、こんなに爆風を起こされているのに起きないなんて、なかなかしぶといやつじゃないか。やるな。違う、意味が違ってくる。そうではないんだよ。こっち進んでいって、よし。じゃあ、次回、あー、どうしようかな。次回やっぱ楽しみたいもんな。次回やっぱ楽しみたいもんな。そうだね。よし、じゃあ次回お楽しみにしたいと思いますんで、一旦ね、一周ぐるーりと回って、来れたということで、一旦この辺りでね、終了とさせていただきたいというふうに思った次第でございます。ではね、次回パート、また観光ツアーお楽しみいただけたら幸いです。最後までご視聴どうもありがとうございました。またね、皆さんと共に楽しめることをお楽しみにしていますので、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお待ちください。なんか埃すごい回ってるからね。ダイソン、ただ唯一の吸引力の衰えない掃除機を吸いながらですね、お待ちしたいと思います。ではまたね、キュイーン。